阿保市総合車両所。阿保市総合車両所は、西日本旅客鉄道、JR 西日本の車両基地及び車両工場である。本校では、前身である、阿保市電車区についても記述する。1968年10月に、赤市電車区阿保市発出所として開設したが、1970年3月に、阿保市電車区として、赤市電車区から独立した。その後、 2000年4月に、阪神・淡路大震災復興に伴う、再開発に敷地を提供するため、高取工場が、機能移転、赤市電車区の研修部門とも統合して、碧市総合車両所となった。その後も加古川鉄道部車両研修部門や、宮原総合車両所などを統合した。兵庫県伊保郡大使町にあり、山陽本線、碧市駅の西方に位置している。 敷地面積は約13万平方メートルである。研修庫は3つあり、第1研修庫では221系以降の JR 形式電車、第2研修庫では国鉄型電車、客車、機動車の全般検査、用部検査を行うが、JR 形式電車で単編成のものは第2研修庫を使用する場合もある。第1研修庫には8両編成までまとめて持ち上げる。 ことができるジャッキが設置されている。第三研修庫では、交番検査、資料検査、臨時検査が実施される。校内配線は、資料線、電流線14本、線上線3本、試運転線1線、入れ替え線、転作線一線となっている。主な検査車両は、自所配置の車両のほか、岡山電車区の電車、時折、追加総合車両所、 下関総合車両所に回す場合あり、宮原支所の客車、姫路鉄道部、亀山鉄道部の機動車を担当している。前身は阿保市電車区、東海道、山陽本線で増大する輸送量に対応するために、列車増発、編成増結が必要となり、快速電車の基地として1970年3月に開設された。 山陽本線上下本線間に挟まれた配置になっており、将来的な設備増強を見越した土地も用意されていた。当初の敷地面積は12ヘクタールで、東半分に電流線、市運転線を含めて15線と、転作線、1線が、西半分に線上線、2線、引き上線、3線、後見線,線見線、2線、臨見線、2線が備えられていた。 阿ボ市総合車両所への拡充にあたり、線形を変えずに、工場機能設備を配置する場合通り、本線を上り本線横に移設し、南側をフリーな状態で拡張する場合が検討され、平面交差支障時間の検討や、立体交差の可否、土地拡張の観点から、交差案が採用となった。工場機能施設を設置するため、線状線は電流線南側、 三線に移動され、線上線の南側に存在する霊板線。阿保市総合車両所の一番南の線路は、下り本線を転用したものである。高見線、二線及び臨見線、二線を備える、高見庫は拡張され、第三研修庫とされた。敷地の西側には、第一研修庫と第二研修庫が新設された。大阪府大阪市淀川区木川東にある、 車両基地で、新大阪駅の西隣にある、かつての宮原総合運転所。2012年6月の組織改正により、宮原支所には、以下の発出所が設けられた。滋賀県安市の東海道本線、琵琶湖線、篠原駅安駅間に位置している、車両基地。かつての安電車区で、京都総合運転所安発出所を継承している。 滋賀県米原市の東海道本線、琵琶湖線米原駅に隣接している車両基地。かつての京都総合運転所米原発出所を継承している。電流線のみ設けられている。兵庫県明石市の山陽本線、JR 神戸線明石駅西明石駅間に位置している車両基地で、かつての明石電車区の研修部門を継承している。敷地面積は、 約6万3000平方メートルで上下電車線に挟まれる形になっている。校内配線は、仕業、電流線10本、電流線6本、線上線2本となっており、貢献庫では主に交番検査、修行検査及び臨時検査が行われている。明石署には以下の発出所が設けられている。兵庫県加古川市にある車両基地で、 加古川線薬人駅北隣に位置している。2009年7月の組織改正で、加古川鉄道部が廃止されたのに伴い、基地機能、薬人基地が統合されて、阿保市総合車両所加古川発出所となった。校内配線は、仕業、電流線2本、線上線1本、電流線5本となっている。大阪二勝市にある車両基地で、 東海道本線、JR 京都線高槻駅島本駅間に一致している。高槻電車区として開設され、宮原電車区京都電車区の発出所水田工場、高槻発出所、1993年を経現在の名称となっている。大阪府東大阪市川又にある車両基地で、片町線、学研都市線放出駅の南東、 大阪東線放出駅高井田中央駅間に位置している。森宮電車区放出派出所を継承しており、かつては、淀川電車区、二代目として、車両も配置されていた。国鉄分割民営化後は、金星、金は、近畿県運行本部の意味で、その後の組織改正により、本星、本は、本社直轄の意味となり、1993年6月の、 神戸支社発足により、神星、神神戸支社の意味を経て、2010年12月の組織改正により、金保市、金は、近畿統括本部を意味に戻った。アーバンネットワークのうち、東海道、山陽本線、琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線、福知山線、JR 宝塚線、JR 東西線,線、片町線、学研都市線、 湖西線で運用されている電車が集中的に配置れている。2018年4月1日現在の所属車両は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。